よいしょっと。はい、こんにちは、こうです。今日もおしゃべりしていきましょう。今日飲むのはこちら、コカ・コーラゼロ。コーラはうまいよね。乾杯。ああ、こっちのコカ・コーラゼロの方がさ、ぬるくなっても美味しいよね、こっちの方が。あっちの普通の本当のコーラはさ、ぬるくなると飲めたもんじゃないけど、こっちの方はね、ぬるくなっても飲めるから好き。さて、ね、今日は何話そうかっていうと、つい先日ね、地震が来ましたね、本当に。東北の方でね。いやー、ねえ、なんか東日本大震災の時のまだ余震だっていうから恐ろしいよね。何年余震が続くんだっていうね。いや、ほんとね、怖いなというふうに思うんですけど。でね、土曜日の夜、日曜日の夜、忘れましたけど、まあそのぐらいに起きたと思うんですけど、もう日曜日の昼ぐらいはずっとツイッターとかを見るとね、こういう言葉で、がね、トレンドに上がってたんですよ。人工地震、陰謀論みたいなのがね。これさ、地震が最近起きるたんび、地震とか災害が起きるたんびにさ、ほんとこういうさ、デマというかよくわかんないんだけど、こういうことをツイートしてる人は本気で信じてるのかもしれないけど、なんかもうほんとうんざりしますよね、ああいう陰謀論みたいなものは。なんでそういう考えになるんだろうっていうのね、すごい思うんですよね。だってさ、そんなわけなくない？いや、もしかしたらもうほんとさ、人工的に地震を発生させてっていうことが、もしかしたら今の技術でできるのかもしれないよ。でもさ、それして本当に日本を壊滅させたい、世界を壊滅させたいんだったらさ、なんでこんな中途半端な5弱とかっていう、5弱とか5強とかっていうさ、大きさの地震を出すのよって話じゃない？わけわかんないこと言って。で、そういった言葉をツイートする人も頭おかしいなというふうに僕は思っちゃうんですよね。なんかでも本当に陰謀論とかそういうの好きな人は本当好きですよね。し、多分本気で信じてるんじゃないかなっていうふうにすごく思うんですよね。何よりその陰謀論もそうなんだけど、何より一番僕がおかしいなと思うのはね、こういうことに対しても安倍がとか菅がとか政治を絡めようとする人がいるんだよね。これって本当何なんでしょうね。なんか本当笑っちゃうよね。多分ギャグでやってんのか本気なのかよくわかんないけど、多分本気でやってる人も何人かね、いそうな雰囲気なんですよね。その人の、僕日曜日とか暇だったんでね、ずっとベッドに入りながらツイッター見てたんですけど、なんでこういう考えになるんだろうっていうのがね、すごいありますよね。ね、陰謀論とかなわけないじゃんって思うんだけど、なんかやっぱ普通の常識が通用しない。まあ常識は人それぞれ違うからさ、自分の常識が他の人の常識だと思っちゃダメだと思うんだけど、それでも常識がないなっていうふうに思いますよね。しかもそういう人に限ってさ、なんかこういう地震とか、ね、こういう陰謀論を唱える人ほどさ、地震とかが発生した時に、国とかはね、すぐ対応してない、どうのこうのとかね、安倍さんが総理大臣の時はなんか、災害が起きたのにゴルフに行ったらどうのこうのとかっていう人がいるけどさ、それこそ本当にさ、被災地への侮辱だよね。なんかもう本当にね、やってることと言ってることがめちゃめちゃだなっていうのをね、すごい思いますしね、なんかそういうことを本当、そういうデマというか、普通に考えたらありえないだろうっていうことを平気で言うような人っていうのはちょっとおかしいなっていうふうに思うし、僕はそういう人とは近づきたくないなっていうのをすごい思っちゃいますね。いや、ほんと世の中怖いなというふうに思います。本当に本当ね、災害が起きるたびに最近こういうのことが言われますよね。コロナにしてもそう、まあ、中国から発生したコロナにしてもそうだけど、まあ、中国はどうかわからないですよ。日本のことじゃないんでわからないですし、人工的なものなのかもしれないけど、まあ、本当災害にしてもこういう今回のコロナにしても全部こういう陰謀論みたいなね、好きですよね本当。まあ、アメリカの911でしたっけ？まあ、あれも陰謀論みたいなのが出てますけど、やっぱり人間ってなんか本当に信じがたいこと、予想を超えたことが起きた時っていうのは、本当になんかね、何かのせいにしたいのかなっていうふうに思いますよね。だそれをしてもさ、何も救われないじゃん。本当ね、そういうのは僕はね、やめた方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。バカじゃないんだからさ、小学生が言ってんだったらまだわかるけどさ、いい年こいた大人がそういうこと言うのはどうなのかなって思いますよね。結局ツイッターやってるレベルっていうのもそういうもんなんだよね、本当に。なんか確かに賢い人はいるけどさ、賢くない人がほとんどなわけで。そらそうだよね。世の中賢い人が山ほどいたらそんなことにならないよね。もう本当ね、でも世の中怖いのはさ、みんな自分がバカだっていうふうには思ってないからね。これはまあ僕も含めてそうだと思うけど、みんな自分は頭いいと思って生きてるのよ、少なからず。自分は騙されないとかさ。いや本当にね、世の中怖いなっていう、こういう災害とか起きるとかね、コロナとかそういった大きいことが起きるたんびに、なんかね、こういう陰謀論となる人がいてね、人の闇っていうのを感じますよね。でね、まあ僕はそういう風にならないようにしたいなっていうのをね、すごい思いましたっていう話です。皆さんはどう思うでしょうか。乾杯。
まあそれでもしかしね、でも本当地震は怖いですよね。東北が起きた後もね、なんか いろんなとこいくつかね地震来てますよね。まあまあ本当にね、災害グッズとかっていうものは僕もね一応買っておいてますけど、まあ、そういったものだけは用意しておいてね、万が一に備えることが大事ですよね。僕も今九州にいますけどね、九州もねどれぐらい前か忘れましたけど、熊本地震っていうのもね起きましたしね、まあ、日本にいたら今安全な場所なんていうのはないからね、地震なんて来るもんだというふうに思って生きていかなきゃいけないと思うんで、まあね、被害に遭われた方っていうのは本当に大変だと思うんですけどね、一日も早いね復興をお祈りしております。それではね、今回僕のこの話が面白いなと思ったらね、チャンネル登録や高評価お願いします。おかしいよとかね、自分はこう思うよっていうのがあったらぜひコメント欄に書いてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。